MQ-9 リーパー MQ-9 MQ-9 リーパー e r は、ジェネラルアトミックスエアロノーティカルシステムズ社製の、軍用無人航空機。長い航続距離と高い監視能力及び、攻撃能力を持つハンターキラー無人機であり、原型となった MQ-1 プレデターと同じく中高度、長時間対空型に分類されるが、より機体が大型化され、 性能が大幅に向上している。アメリカ空軍などで利用されている。MQ-9 をベースにした非武装型もあり、国境や洋上監視、研究用としても利用されている。MQ-1 プレデターと同じく機体に人間は登場していないが、友人の地上誘導ステーションで遠隔操縦される。 地上誘導ステーションの操縦員は、パイロットとセンサー員が一人ずつ、計2名で構成されている。MQ-9 には、MQ-1 の 115HP のレシプロエンジンにより、はるかに強力な 950SHP のターボプロップエンジンが搭載されており、MQ-1 の3倍近い巡航速度を誇る。機体は、MQ-1 同様。 分解して C-130 輸送機で輸送可能。アメリカ空軍は MQ-9 を2011年から2018年の間に372機購入し、MQ-1 と交代させることを開始した。2015年からは燃料タンクを増設し、プロペラブレードも3枚から4枚に増やした d ーパ p ER の配備を開始している。 ジェネラル・アトミックスは2018年9月17日、アメリカ空軍が同年8月7日に、同社製 MQ-9 ブロックゴルパによる初めての自動着陸に成功したことを明らかにした。続く同月8月9日には、最初の自動離陸も実施した。MQ-9 リーパーは、ジェネラル・アトミックスエアロノーティカルシステムズ社によって、試作された。 RQ-1 プレデター B が原型となっている。プレデター B は MQ-1 を改良する形で3種類が製作された。プレデター B-001 胴体を MQ-1 そのままに奥服を66フィートまで延長し、エンジンをギャレットやリサーチ TP。プレデター B-002 エンジンをウィリアムズ海 J44 から2エーターボファンエンジンに換装し、ジェット化した。 RQ-1 プレデター C とも呼ばれる。プレデター B-003 機体を大型化して、翼幅を84フィートまで延長し、エンジンをプレデター B-001 と同じ TP-331 から1ューティターボプロップエンジンに換装した。アルタイルという愛称が付けられていた。アメリカ空軍はプレデター B-003 を MQ-9 として、 正式採用することになるが、この時プレデター B-003 に付けられていた。アルタイルの愛称はディーパーに変更され、後にアルタイルはアメリカ航空宇宙局とアメリカ海洋大気庁で共同使用されている非武装型の愛称となった。単発のエンジンを機体後部に搭載し、プロペラを後ろ向きに配置した推進式である。この方式は単発でも機種付近に 空間的な余裕ができるため、センサーやレーダーを優先する無人機ではメリットが大きい。機種上部の膨らみには衛星通信用のパラボラアンテナが格納されている。尾翼は V 字と下向きの垂直尾翼を組み合わせた Y 字型である。硬着装置は垂直尾翼が接触しないように機体のサイズと比較して細長い形状である。 硬着装置は引き込み式であるが、引き込んだ状態でも、完全には、カバーされず、隙間がある。主翼はボルトで接続されており、簡単に取り外しが可能となっている。両翼に3つずつ、計6つのハードポイントが存在し、増装、ヘルファイア対戦車、ミサイル、ベーブウ2レーザー誘導爆弾、スティンガーソラー対空ミサイルを搭載可能である。 追加の偵察用装備が搭載されることもあり、例としてシエラネーバダ社が開発したゴルゴンステア広域監視センサーがある。ハードポイントの核パイロンはそれぞれ搭載重量が異なっており、一番内側の二つが1500ポンド、その一つ外側の二つが600ポンド、一番外側の二つが200ポンドとなっている。実戦部隊に配備された。 MQ-92006 年11月8日、最初の MQ-9 飛行隊である第42、攻撃飛行隊が編成され、翌年の2007年3月13日に、2007年には、イラクとアフガニスタンへの実戦配備が開始され、後者では、ヘルファイアによる攻撃を行い、敵の殺傷に成功している。2010年には、アメリカ空軍周辺航空隊の、 第174戦闘航空団、第138戦闘飛行隊そして改編後の2012年9月9日付で、第174攻撃航空団、第138攻撃飛行隊に名称が改められている。近年、MQ-1 とともにアフガニスタンとパキスタンでのタリバーンやアルカイダの攻撃に参加しており、 2009年8月にはパキスタンターリバーン運動のバイトラーマフスード、司令官の殺害に成功しているが、誤爆や巻き添えによる民間人の犠牲者が多いことが問題となっている。これは無人機操縦員の5人や地上部隊の誤報、ヘルファイアミサイルの威力が大きすぎることなどが原因となっている。このうちヘルファイアミサイルの問題に関してはより小型で、 精密なスコーピオンミサイルを採用して対処することになっている。無人攻撃機上詳しい運用方法は公開されないが、2015年現在も、ウクライナ東部や中東各地の戦場で、要人暗殺などの実戦任務に投入されていると見られている。2016年、アフガニスタンやシリアで任務中に墜落した。2017年1月18日、2機の ステルス爆撃機 B-2 トリビアにあるアイッセル。2017年10月にイエメンで風刺に撃墜された。2017年11月には対空戦闘を行う実験で敵機を撃墜したとされた。2019年10月にアイッセルの最高指導者アブーバクルアルバグダーディを吸収すべく実行されたカイラミューラ作戦では海 -15 戦闘機と共に空爆も行った。 2020年1月に起きたバグダード国際空港攻撃事件でイスラム革命防衛隊のガーセム・ソレーマーニー司令官の殺害に使用したとされる。センサーポッドを搭載したコナ m q 9, 9 b c b p のガーディアンアメリカ航空宇宙局とアメリカ海洋大気庁で共同使用されている非武装型の相性。主翼のハードポイントを廃止して計測用のセンサーを搭載している。 高高度気象や無人航空機の操縦システムの研究、宇宙から帰還したカプセルの追跡などに利用されている。主翼に計測ポット用のハードポイントとウィングチップ、フェンスを追加したコナも運用されている。MQ-9B スカイガーディアンはヨーロッパの飛行規制に対応し無人機と有人航空機の空域共有を目指した改良型である。 NATO の装備企画スタニッヒ4671を満たすように設計されており、外見は延長され大型のウィングレットを追加した主翼を特徴としている。MQ-9B は2018年7月にメール無人機では初となる大西洋横断に成功した。海外向けに売り込まれており、イギリス空軍がプロテクター RG マーク1として導入を決定。 中華民国も4機の導入を決定している。他にはアラブ首長国連邦とベルギーが導入を計画している。アルタイルの他にも民間向けとして国境警備隊など法執行機関の監視任務に特化した非武装型のガーディアンが開発されている。主翼はハードポイントを廃止してコナと同じウィングジップフェンスを追加機体の燃料タンクを拡大したことで 航続距離が伸びている。搭載されたカメラの精度は、富士山の頂上から車を識別できる程度とされる。アメリカ合衆国税関、国境警備局では、国境間仕様としてヘルメス450などと、組み合わせて運用している。アルタイルと異なり塗装は、軍用と同じく灰色だが、日本でデモ飛行を行った際には白地に赤い丸を配した。 特別塗装機が使用された。円外警備隊向けとして、ウィングチップフェンスを小型のウィングレットに変更。胴体下部に、海上監視用レーダーを搭載した、シーガーディアンもある。連続飛行時間は、約35時間とされる。日本では、海上保安庁が導入を目指し2020年から実証実験を行っている。MQ-1 の遠隔操縦装置。 リーパーもこれと同じものを使用している。機体そのものに人間が登場しないため、撃墜されたり事故を起こしても操縦員に危険はない。上、衛星経由でアメリカから遠隔操作が可能であるため、操縦員は長期間にわたって戦地に派遣されることもなく、任務を終えればそのまま自宅に帰ることも可能である。このような無人機の運用は、操縦者が人間を殺傷したという実感を、 持ちにくいという意見があるが、いつミサイルを発射してもおかしくない状況から、次には、子供のサッカーの試合に行くという平和な日常と、戦場を行き来する、従来の軍事作戦ではありえない生活を送ることや、敵を殺傷する瞬間を、カラーテレビカメラや赤外線カメラで鮮明に見ることが、無人機の操縦員に、大きな精神的ストレスを与えているという意見もある。 国際政治学者の PW シンガーによると、無人機のパイロットは、実際に、イラクに展開している兵士よりも、高い割合で PTSD を発症している。無人機の操縦者のうち7人に1人は、民間人だが、アメリカ軍の交戦規定により攻撃は、軍人が担当している。フランス、インド、イタリア、モロッコ、オランダ、スペイン、イギリス、アメリカが衆国台湾アラブ首長国連邦。 アイ・イン・ザ・スカイ世界一安全な戦場、英米両国による合同テロリスト捕獲作戦の中で、テロリストの捕捉と攻撃を行う。イーグルアイ人工知能、アリアに制御を奪われた機体が登場。主人公たちを追跡する。シン・ゴジラアメリカ空軍所属機が多数登場。最初から撃墜されることを前提として、ヤシオリー作戦に MQ-1 プレデターと共に、 投入され、ゴジラが飛行物体を無差別に攻撃する特性を利用し、わざと放射線流を打たせてエネルギー切れで、放射線流が出せなくなるようにするため、ゴジラに対して、エイジム -114 ヘルファイア対戦車ミサイルと、ベーブー A2 レーザー誘導爆弾による波状攻撃を行う。スカイライン制服アメリカ空軍所属機として、 Z ットエンジン搭載の架空型が登場。ロサンゼルス上空に出現したエイリアンの母船を X-47B と共に攻撃する。地球が静止する日、アメリカ空軍所属機として、Z ットエンジン搭載の架空型が登場。セントラルパーク内にいるゴートを AIM-9 サイドワインダーミサイルで攻撃する。特攻やるを A チームザムービー。 アメリカ空軍所属機として実物にはない航空機関砲を搭載した架空使用が2機登場。中盤のドイツでハンニバルことジョン・スミス率いる A チームが HM ことマードックと合流後に逃走手段としてアメリカ空軍の基地から強奪した C-130 ハーキュリーズを緊急発進して追撃し機関砲と空対空ミサイルで攻撃して撃墜する。その後は 撃墜された機体から脱出した A チームが乗り込む M8 空挺戦車と激しい空中戦を繰り広げる。なお作中では Z エンジンを搭載していたトランスフォーマーアメリカ空軍所属機として Z エンジン搭載の架空型が登場。スコルポノックの襲撃を受けるレノックス隊員からの連絡を受け状況を確認するため緊急発進し国防総省に 現地の映像を送り届ける。トランスフォーマー、リベンジ、アメリカ空軍所属機が登場。エジプトへ向かったレノックス隊員たちと連絡が取れなくなったことを受け、現地の状況を確認するため緊急発進する。ドローンオ,ブオーオーブ王主人公が、ラスベガス近郊の空軍基地から、アフガニスタンの作戦液体を操縦して、タリバン兵士を攻撃する。 魔法科高校の劣等生、大アジア連合部隊所属機として9、MQ-9 に告示した形状の無人偵察機が登場。横浜事変の際に投入される。現実の MQ-9 が初飛行してから、90年近く後の話となる。ウェブ小説版では、未登場で、文庫小説版では、全長1メートル規模のエンテ型無人偵察機として、描写されているが、 アニメ版では形状が変更された。アルマに AI やプレイヤーが直接操作するほか、半自立操作が可能。Call of Duty Modern w a r f a r e 3キャンペーンとマルチプレイに登場する。トップギアシリーズ21の第1回に TGPD の無人偵察機として MQ-9 をモデルとしたラジコンが登場。ジェームズ・メイが乗ル・フォード・フィエスタ XR2I を 上空から捜索して発見する。ありがとうございます。